湯の花まんじゅう温泉まんじゅうとは、温泉地で売られているまんじゅうのことである。生地に温泉水を使うこと、または虫の過程で温泉の蒸気を使うことから付けられたとされるが、ふっくらした生地を作るのに適した重曹成分や虫に適した高温の蒸気が確保できる温泉は限られており、多くは単なる土産物としてのまんじゅうである。つまり、温泉地で作っているか、売っていれば、 温泉まんじゅうと呼ばれるようになった。温泉地土産や旅館で出される茶菓子や土産菓子の定番品として定着しており、全国的には白や茶色の蒸しまんじゅうが主であるが、趣味の多様化に応える特徴的な商品も珍しくはない。温泉まんじゅうの発祥地は群馬県の伊香保温泉の湯の色から来ているというのが定説だが、それ以前に類似のものがなかったという証拠はない。 1910年に、イカホ電気機,機動のイカホ渋川間開業時のことで、神奈川県の江ノ島電鉄へ視察に行った人が、上州屋の片瀬饅頭を買って帰り、イカホで創業間もない団子や、勝月堂の初代、ハンダカに湯の色をした独特の饅頭を作って、それを名物にしてみてはいかがなのと進言し、その半年後に黒糖を使い、鉄分を含んだ、 茶褐色のイカほど独特の湯の色に似せた湯の花まんじゅうが誕生した。1934年の陸軍特別大演習で群馬県に行行した昭和天皇がそこでまんじゅうを大量に買ったことで評判が広がり、後に各温泉地に登場するまんじゅうはこの色に習ったものとされている。また、草津温泉ではまんじゅうが売られている店が15店ほどあるが、 その中で西老法は1914年創業の万密る県採扶屋で昭和初期まで草津白根山麓の高層温泉の湯を生地に入れ川は薄い褐色を帯びていたとされる温泉地の名物となる菓子商品を開発する際に薄川まんじゅうが注目されその中の成功事例が全国普及を後押しをしたことは想像に難くない 発祥の地とも言われる、イカホ温泉では源泉をイメージする色を与えるために、源泉や湯の花を配合したこともあったが、いい結果が得られなかったため、入手が要因になりつつあった黒糖を使用したと言われている。また、他の温泉地では源泉を配合したり、高温蒸気を用いて製造するケースもある。温泉蒸気を用いて、まんじゅうを製造した例は、江戸時代に、 熱海温泉の源泉の一つ、風呂の湯で行われた記録が残る。ただし、土産物としてではなく、主食としての製造である。ありがとうございます。